一山麻緒、2020年名古屋ウィメンズマラソン優勝、上位10人中唯一挑発底。陸上、名古屋ウィメンズマラソン2020年3月8日、名古屋ドーム、発着 42.195km。シンデレラガールが東京オリンピック五輪代表の座を射止めた。一山麻緒、22ワコールが冷たい雨をものともせず、日本歴代4位の2時間20分29秒で優勝した。1月の大阪国際女子マラソンで、松田瑞生、ダイハツが記録した2時間21分47秒を上回って条件を満たし、マラソン女子代表の最後の一枠に決まった。野口瑞希が持っていた2時間21分18秒の日本人国内最高記録を塗り替え、大会記録も更新した。ナイキの厚底シューズの最新モデルを一山は履きこなした。上位10人では唯一、靴底の厚さ 3.95cm とされる新作を履いていた。ワコールの永山監督は、大迫くんがあの靴で日本記録を出していた。一山も3つくらいの候補の中から選んだと説明した。男子は圧倒的なシェア率を誇る厚底も、実は女子は少数派。MGC では出場10人中履いていたのは鈴木だけ。というのも、厚底シューズは反発力がある分、体重が軽い女子は必要以上に体が上に弾んでしまうこともある。履きこなすには臀部など筋力が必要。それが十分でないと後半に失速する傾向がある。だから女子では体に馴染む選手は少なかった。一山も MGC など従来は別メーカーのシューズを使用していた。ただそれだと足底に痛みが出たこともあって厚底にトライ。2月の丸亀国際ハーフマラソンでは旧作の厚底を履いていた。特徴の大きなストライドは厚底にマッチした。そこに後半にも耐えられる筋力も鍛え、見事に超厚底を自分のものとした。みんなの声、一山麻緒さんやりました。雨の中、どの解説者も絶賛していました。野口瑞希さんは国内女子マラソンの日本記録を破られて脱帽していました。ただ本人のインタビューで時計を見なかったのは、金さんにタイムを教えてもらっていたからだったと答えています。このように解説者が個人的に選手にタイムを伝えても良いものでしょうか。松田瑞生さんは大阪の時、誰かにタイムを伝えてもらっていたのでしょうか。もし伝えてもらっていなかったら不平等です。また今回も一つの大会での一発決定ではありません。マラソンは全てのレースが千差万別です。コースの起伏、カーブ、天気、気温、湿度、風向き、風速など全て違うのに、タイムというのにはしっくりきません。代表が平等に選ばれるのは一つの大会での一発勝負の決定以外にないと思います。本来スポーツはフェアであることが大切です。シューズにしてもそうですが、助力の違いによる結果の違いがフェアではありません。フェアであり、選手ファーストであってこその収益であると思います。この悪天候の中で今回の結果はあっぱれとしか言いようがありません。正直スタート前は最後の一枠は松田さんで確定だと思っていました。これで条件が良ければ一体どんな記録が生まれるのか。世の中はこんな状況ですが、女子マラソンにはやっと日の光が差し込んだレースでした。一山さん頑張れ。一山選手は他の女子選手に比べて腰から太ももががっちりしてるように見えた。だからあのシューズを履きこなせる筋力があるのだと思う。足が綺麗だな。華奢じゃないしっかりとした足だから靴も合うのかな。ウェアがアディダス、シューズはナイキ。まあそれだけ今のシークレット、厚底シューズがいいんだろうね。あの悪天候で素晴らしいランだと思います。野口瑞希とラドクリフがこの靴を履いてたら日本記録は17分台、世界記録14分台出てたと思う。
この2人は筋力すごかった。走り方が今までの女子選手と違って本当のアスリートの形、筋力があるから厚底シューズが合うのだろう。見ていて元気が出る。大新選手に勝てるレースは久しぶり。野口さんの走りが一番合ってたと思う。もしあの頃このシューズがあったら無敵だったんじゃないだろうか。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。